初球から行ってこれは打ち上げました。ショートへの打球、水野が掴んでいます。ワンピッチマンアウト。レフト詰まっています。レフトここは佐藤がいますが下がって掴みます。大丈夫ですか。取っています。続いています。これはどうだ。戻るの遅くなってタッチアウトになりました。打ち上げています。これはショート水野が声を上げています。この回先頭4番の岡本をショートフライに打ち取ってワンアウト。ジャストラッキング。これはサードへの打球。今日はサード坂口です。ルーキーの守備はちょっと送球は高くなりましたが最後早水が当てただけのバッティングはショート水野が反応。一塁送球ナイスプレイ。ナイスプレーです。正解ですね。松原も当てるので精一杯。先発ピッチャータイプやな、これも打ち上げました。そしてキャッチャーいやサードいきます。サード坂口が掴みます。ストレートで押した後フルカウント。最後はスライダーで空振り三振に切りました。腕の振りですね。素晴らしい。続いてワンハンドツー岡本を追い込んでいます。変化球これはうまく打たせてショート水野が深いところから一塁送球、ファースト代わって渡辺がナイスキャッチ。水野の守備決まってる時は他の球もめちゃくちゃ強いです。でこのストレートで打たせます。もう抜群の投球内容ですよ。キックホームをねバッターが不気味に感じるぐらいゆったり投げていいんですよ。左バッターのインコースのストレートに強いですよ。いいですよ、ショート、水野が最後、掴んで3アウト。5回の表連打を浴びた河野ですがしっかりと0点に抑えています。